皆さんこんにちは。今回はテレビでブチギレた芸能人を6名紹介します。放送事故とも呼べるほどの衝撃的なエピソードを紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。オートニーさんはお笑いコンビ摩天楼のツッコミを担当し、アントニーさんと共にお笑い甲子園に出場していたこともあります。そんなオートニーさんですが、2018年5月30日に放送された水曜日のダウンタウンにてブチギレをかましています。この回の企画は呪術投げ企画で一番過酷なのジョジョの鉄塔システム説というもので、人気漫画のエピソードを再現したものでした。企画の内容は、横浜の倉庫に設置された檻に芸人を閉じ込め、脱出するために身代わりとなる新たな芸人を電話だけでこの場に呼び出さなければいけないというものでした。最初はナダルさんから始まり、電話で身代わりとなるジャングルポケットおたけを呼び出すことに成功。そしてナダルさんは牢屋から脱出します。このようにして次々と芸人たちが餌食になっては脱出するという地獄の繰り返しの中で、ついにオートニーさんがピスタチオのイジジさんに騙され牢屋に閉じ込められてしまいます。オートニーさんは笑っていたということもあり、マジ気持ち悪い、全然面白くねえんだよ、偉いやつ出てこい、など怒りをあらわにしました。この怒り狂った姿に VTR を見ていた出演者たちはドン引きしており、放送直後オートニーさんはツイッターでお見苦しいとこをお見せしてしまい申し訳ありませんでしたと謝罪をしましたが、視聴者からは非人道的な企画だったので怒るのは当然、全然悪くないという声が溢れました。相川翔さんは俳優として活躍し、 V シネマの帝王とも呼ばれています。そんな相川さんは普段の役柄から怖そうなイメージがありますが、ドッキリの企画で本気でブチギレた姿が映されてしまいます。相川さんがブチギレたのはめちゃめちゃ生きてるのドッキリの企画の時であり、この時の企画は普段ドッキリを仕掛けられない人に仕掛けたらどんな反応をするのかというものでした。ターゲットとして選ばれた相川さんはまず打ち合わせと称しレストランに呼び出され、席に座らせられます。すると背後から仕掛け人が近づき、ウィースと言って相川さんの脇をくすぐると、びっくりした、何してんだよと反応。その後仕掛け人は人違いだったと言い去っていくと、今度はリトル清原さんが登場。相川さんの周りをただうろうろしホームランを打つ真似をした後ガッツポーズをしましたが、特に相川さんは何の反応もせず、しかしこの後の最後のドッキリで相川さんをとんでもなくブチギレさせることになります。相川さんが椅子に座って待っていると、いきなり目の前に置かれていたケーキが爆発し、相川さんの顔とジャケットがケーキまみれになってしまいました。私服を汚されてしまった相川さんはこの時、いい加減にしろよと小さくつぶやき、ナインティナインの2人がドッキリ大成功のプラカードを持って近づくと、相川さんは勢いよく立ち上がり着ていたジャケットを床に叩きつけました。そんな本気でキレている相川さんに、すみませんすみませんと謝りましたが、すみませんじゃねえよと怒りは収まらず、あまりにも怒っていたので岡村さんは自身への逆ドッキリなのではないかと一瞬疑ったそうですが、相方の矢部さんがあまりにも必死に謝っていたので本気だと感じたそうです。さらに岡村さんが持っているプラカードを取り上げると、プラカードを地面に叩きつけました。そして相川さんが席に戻っていくと少し落ち着いたようで、さっきとは打って変わって笑顔を見せ始めました。そしてここでドッキリの説明をしっかりとし、最後は穏やかなムードでドッキリは終わりを迎えましたが、後日岡村さんはこのことをラジオで話しており、あまりのブチギレに本気で怖かった、やられるかと思ったと語っています。小田和正さんは元オフコースのボーカルであり、ソロとしても活動、ラブストーリーは突然になど様々なヒット曲を生み出してきました。そんな小田さんは穏やかそうなイメージがありますが、なんとあのタモリさんにブチギレをかましています。実は小田さんとタモリさんは不仲なことで有名であり、お互いに共演 NG を出すほどだったそうです。なぜそこまで仲が悪くなってしまったのかというと、80年頃タモリさんがラジオ番組などでオフコースの曲は水かけの優しさだ、フォークソングは暗くて嫌いなどと発言しており、小田さんのことも暗くて苦手だと言っていたそうです。現在のタモリさんのキャラからは想像もできないような発言ですが、当時は毒舌パーソナリティとして人気を博しており、このような発言を連発していました。そのような発言から小田さんもタモリさんのことを嫌悪し、嫌い同士の関係でありましたが、なんと1984年の笑っていいともで
小田さんがゲストに指名されてしまい、マスカの2人は共演、2人だけの地獄のような空気が流れる中、タモリさんがレコードお出しになったと小田さんに聞くと、小田さんはきっと気に入らないと思いますけどと返答。さらに専門的な話をしてもつまらないからとタモリさんを攻撃すると、バカにしてるんですかとタモリさんも応戦。この時のスタジオは今までにないほどの静けさに包まれ、空調の音まで聞こえるほどだったそうです。そしてこの静かに繰り広げられる地獄のような戦いの後、お互いに共演 NG を出し、長い間二人は不仲な関係でありました。しかしこの放送から30年後の2014年、アナウンサーの披露宴の場で2人は握手を交わし、歴史的な和解を果たしています。この光景にファンからは、和解もしたことだし M ステに出演してくださいなど期待のこもった声が多く生まれました。ビートたけし。ビートたけしさんはお笑い芸人として活躍し、お笑いだけではなく俳優や監督としても様々な功績を残しています。そんな超大物芸能人を番組の収録中にブチギレさせた人がいます。それはギター侍としてブレイクを果たしていた畑ヨークさんでありました。ブチギレ事件が起きたのは2005年に放送されたビートたけしさんの冠番組でもあるたけしの誰でもピカソに畑さんが出演していた時のこと。畑さんは当時ギターを弾き語りながら、様々な有名人などのことをいじってぶった切るという芸をしていたのですが、この日はターゲットをビートたけしさんに定めていました。最初、俺はビートたけしだよ、映画の監督やってるよ、花火やブラザーザトウイチ、これからいいもん作っていくって言うじゃないと歌い出すと、最後にでもあんたの娘は子供作っちゃいましたから残念とビートたけしさんの娘を盛大にいじりぶった切りました。当時ビートたけしさんの娘さんはできちゃった婚で出産をしたばかりであり、そのことをいじられたビートたけしさんは畑さんにぶち切れ、スタジオにあった椅子をつかみ彼に投げつけようとしました。しかし共演していた今田耕司さんがすぐさまビートたけしさんを止め、椅子が投げつけられることはなかったのですが、ビートたけしさんの表情からは本気で怒っているように感じられました。またこの放送事故の模様は一切カットされずに放送され、多くの視聴者を驚かせることになりましたが、この放送事故が原因で畑さんの仕事が激減してしまったのではないかと言われております。お笑いビッグスリーの中の一人をいじることの勇気はものすごいことですが、これが原因で月収は2800万円もあったのに月収5万円にまで落ちるという事態にまでなりました。アニマル浜口。アニマル浜口さんは元プロレスラーとして活躍し、女子レスリング選手として活躍している浜口京子さんの父親でもあります。パワフルなキャラで切れたら怖そうなイメージですが、2019年4月10日に放送された水曜日のダウンタウンでブチギレをかましています。この回の企画はアスリートが仕掛け人のドッキリ大根すぎて逆に面白いんじゃないか説というもので、アニマル浜口さんがカツラとメガネ、そしてヒゲで雑誌記者に変装し、娘の京子さんにプライベートなことを聞き出そうとするのですが、実はこれは逆ドッキリであり、京子さんの方がアニマル浜口さんにドッキリを仕掛けていました。最初部屋に入り変装した父を見た仕掛け人の京子さんは笑いをこらえることができず、グダグダな状態で始まります。そしてアニマル浜口さんはプライベートな質問を京子さんにしていくのですが、なんと京子さんの口から実は交際している男性がいて、その人と結婚しようと思っていると嘘の告白をしました。その衝撃的な発言にアニマル浜口さんは気が動転するのですが、京子さんはお構いなしにその場に結婚を考えているというプロレスラーの交際相手を呼び出し、なんと父親の前で露骨にイチャつき始めます。それを見たアニマル浜口さんは自分が変装しているということを忘れ、お前この野郎、てめえなんだこの野郎と言いながらメガネを投げ捨て、お前に対してこんな教育をしたことはないとブチギレました。そしていい感じに取れ高が取れたところで、京子さんがドッキリ大成功の札を出しますが、アニマル浜口さんはすぐには状況を飲み込めておらず、スタッフの説明でようやく状況を理解しました。アニマル浜口さんのキレっぷりは視聴者に衝撃を与えましたが、親子揃っての大根ぶりも衝撃を与えました。ガッツ石松。ガッツ石松さんは元プロボクサーであり、引退後は主にタレントとして活躍しています。元プロボクサーということもあり、怒らせたら怖そうなイメージがありますが、番組の収録中にある共演者にブチギレをかまします。それはお笑い芸人の陣内智則さんでありました。事件が起きたのはまだ陣内さんが30歳の頃、
特別番組の収録で共演した2人はクイズコーナーで同じチームになりました。今では引っ張りだこの陣内さんですが、この頃大阪では活躍していましたが、東京の番組では一言も喋らずに終わることも多かったらしく、なんとか爪痕を残そうと必死な状態でした。そんな中、陣内さんはコーナーの説明を受けている時にたまたま隣にいたガッツ石松さんがずっと話しかけていたそうです。これは大チャンスだと思った陣内さんはガッツ石松さんの頭を思いっきり叩き、何を言うとんねんと言い突っ込みました。その瞬間、ガッツ石松さんはブチギレ、陣内さんの顔面をパンチ、さらにエルボーも食らわされボコボコにされたそうです。そして収録中にもかかわらず、ガッツ石松さんはそのままスタジオを出て帰ってしまいました。収録は一時中断となり、陣内さんの出演シーンは丸ごとカット、爪痕を残すどころか出演すらしていないことにされてしまいました。その後、陣内さんはガッツ石松さんに謝ったそうで、すぐに仲直りすることはできたそうですが、それ以降ガッツ石松さんに会うと、あの時のお前と呼ばれるようになってしまったそうです。最近ではガッツ石松さんをテレビで見ることも減ってしまいましたが、他の番組でもこのようなブチ切れを披露していたらしく、それが原因でテレビ出演が減っていったのではないかと言われております。対照的に陣内さんはこのエピソードのおかげで周りにいた大物出演者たちに覚えてもらえたそうです。いかがだったでしょうか。今回はテレビでブチ切れた芸能人を6名紹介しました。この動画がいいと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。